ロータス72とは、チームロータスのコーリン・チャップマンとモーリス・フィリップがデザインしたフォーミュラワンカーである。1970年スペイン GP でデビューし、1970年にはヨッヘン・リント、1972年にはエマーソン・フィッティパル・ディオドライバーズチャンピオンにつけ、3度のコンストラクターズチャンピオンを獲得し、1974年までに、 通算20勝を挙げた。リントが乗る72ロータス72は、インボードブレーキを採用し、それまでフロントに設置されるのが常識だったラジエーターを、サイドポッド内に置いて、ボディ全体を、ウェッジシェープにする革新的なデザインだった。チャップマンは、ガスタービンエンジンのインディカーである56と、失敗作だった4輪駆動 OF1 カー63で、すでに、 ウェッジシェープを試みてより、ロータス72のデザインは、それらを発展させたものだった。同じフォードコスワース DFV エンジンを使ったテストで、72は49より、時速12マイル早かった。サスペンションは、通常のコイルダンパーユニットを使用せず、トーションバーを採用し、リンクで駆動することにより1、1.2程度の強い、ライジングレートが与えられていた。 これは前後ウィングやモノコックウアツラのウェッジシェープによるダウンフォースの大きさが速度の事情に比例することに対し車高変化を一定に保つガソリンの増減に対しバネー状況侵周波数を一定に保つなどを狙って採用されたまた空力上の要求から走行中の姿勢変化を抑える必要がありアンチダイブアンチスクワットなどのジオメトリが サスペンションに組み込まれた。しかし初期型のサスペンションジオメトリーに組み込まれたフロントのアンチダイブ機能、リアのアンチスクワット機能がかえって操縦を困難にする問題があり、デビュー戦は散々な結果だったので回収が施された。ナンバーツードライバーであるジョン・マイルズ用の車からはアンチスクワット機能が取り外されて72バイトとなり、 ナンバーワンドライバーのリント用の車にはさらに徹底した回収が施され、アンチダイブ、アンチスクワットの両機能とも取り外されて、72C となった。これらの回収後、ロータス72の性能は改善され、リントは4連勝を収めたが、イタリア GP の予選をウィングナッシで走行中に、フロントのインボードブレーキシャフト破損が原因とみられる、事故で死亡した。 リントの公認となったフィッティパルディがこの年のアメリカ GP で優勝し、リントが死後のチャンピオンになるのに貢献した。フィッティパルディが乗る JBS カラー時代の 72D1971 年には、BRM のデザイナーだったトニー・ラッドにより、リアサスペンションやリアウィングのデザインが手直しされ、72D となったが、このシーズンは振るわなかった。しかし、 翌1972年には、フィッティパルディが 72D で5勝を挙げ、F1 史上最年少のチャンピオンとなった。なお、この1972年のシーズンから、ロータスのスポンサーである、インペリアルタバコ社が、ロータスのカラーリングを、それまでの赤、白、金のゴールドリーフカラーから、黒地に、金色のストライプの JPS カラーに変更した。 1973年のシーズンには安全性向上のためルールが改善され、新ルールが施行されるスペイン GP から 72E が投入された。この年、ロータスに加入したロニー・ピーターソンは、ロータス72と馬が合い、この年4勝したのに対し、フィッティ・パルディは3勝だった。そのため、この年のコンストラクターズチャンピオンはロータスが取ったが、 ドライバーズチャンピオンは、ティレルのジャッキー・スチュワートが獲得。フィッティ・パルディは、翌1974年のシーズンにはマクラーレンに移籍した。1974年には、ロータスは、72を、さらに野心的なロータス76に交代させる予定だったが、失敗作となり、すでに旧式化しかかっていた、72にアップデートを重ねて使用し、 ピーターソンは参照をあげた。しかし、1975年シーズンには、ピーターソン用に、軽量版の9号車を用意したが、年間で6ポイントを獲得するのみに止まった。シーズン中盤にはチームを去ったいくつに代わりドライブする、ルーキー向けに、ホイールベースを伸ばし、リアサスペンションにトーションバーではなく、コイルスプリングを装着した、72回も投入されたが、さすがに、 基本設計が1970年なので時代遅れとなり、1976年シーズンからは、ロータス77を投入した。72は9台が製作され、うち7台が現存する。72、1は 72C 仕様に回収され、72、4として、ロブウォーカーレーシングチームに売却。72、2は、モンサでのリントの事故で失われた。また、 フィッティパルディがチャンピオンを獲得した72、5は73年オランダ GP のプラクティス中に失われたが、同じナンバーのタブが新造され再生されている。1974年にピーターソンが乗ったロータス 72E。ロータスは1973年のコンストラクターズチャンピオンだったため、カーナンバーが1だった。総ポイントにはノンワークスエントリーも含む、 1970年の14ポイントは 49C が獲得した。1974年の3ポイントは76が獲得した。ありがとうございます。